はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画はインボイス制度初の確定申告で初めて消費税の確定申告をする方必見の動画となっています。知らないと損をする、また間違いやすい消費税の確定申告3項目について動画でしっかりと解説します。損をしないために、また知らなかったということで落とし穴にはまらないように、消費税申告3つのポイントについて一緒に学んでいきましょう。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しております。どれも概要欄からすべて飛べるようにしてありますので、ぜひ一度ご覧になってください。ではインボイス制度スタート初の確定申告、消費税間違えると損をする3つの項目について早速一緒に勉強していきましょう。はい、インボイス制度消費税の確定申告、間違えると損をする3つの項目、順番に解説をしていきます。本日の内容です。消費税の確定申告が初めての個人事業主やフリーランスの方、今年非常に多いのではないでしょうか。そしてですね、消費税が初めてがゆえに知識がなく、ミスをして損をしてしまうことが多いです。 e-tax や会計ソフトを使ってもですね、なかなか自分では気づけない項目となりますので、本日の動画でしっかりとミスを防ぐために情報を仕入れましょう。まず1つ目、消費税申告の期間を勘違いするミス。2つ目、課税売上対象外を課税対象にして計算をしてしまうミス。3つ目、2割特例が自分は使えないのに2割特例で確定申告をしてしまうミス。この3つのミスが非常にね、多いんじゃないかっていうふうに考えられますので、順番にしっかりと見ていきましょう。そして最後、重要な注意点ありますので、ぜひ動画最後までご覧になってください。本日の動画のゴールは、インボイスを登録して初めての消費税申告をするという個人事業主フリーランスの方がですね、間違った処理をして損をしてしまう可能性があるので、間違いやすい3つの項目を一緒に勉強して、事前にまた未然に防ぐというのが本日の動画のゴールとなっております。ではまず1つ目の消費税の期間を勘違いするについて、次のスライドで解説をします。まず1つ目、消費税の申告期間ミスがどういったミスなのか見ていきましょう。インボイス制度に登録をして、今まで免税事業者だった方が課税事業者に自動的に変更になる、そういったインボイス制度を登録することによって課税事業者になっている個人事業主フリーランスの方、今年非常に多いと思います。こういった方の消費税の申告の期間なんですけど、令和5年の10月の1日から12月31日の期間分だけを消費税の申告申告をすればいいところをですね、こういったインボイス制度が初めてで、また消費税の申告自体が初めてでよく分からず、1月の1日から12月31日の課税売上期間を計算して消費税の申告をしてしまうという、この申告期間ミスをやらかす可能性が高いです。消費税のこの間違いやすいミスの要因の一つとして、この国税庁の図を見てほしいんですけども、令和5年の消費税の申告があるのかどうかという判断基準というのはですね、令和3年、この令和3年を基準期間と言います。消費税は2年前の年が判断基準、基準期間となるということをしっかり押さえておいてください。ですので、令和3年の基準期間、2年前が課税売上高が1000万以下の方が、インボイス制度を令和5年の10月1日に登録して免税事業者だったんだけども、インボイス制度に登録することで課税事業者になった方はですね、この課税期間はこちらの表にもあるように、10月の1日から12月31日の分で OK なわけです。この前半部分、1月から9月までは免税事業者でいけるということですね。これをですね、他の同じ同業に聞いたら、自分は1月から12月末で消費税の計算をするよと聞いて、自分もその期間をしないといけないんだというふうに勘違いをされたり、また情報が錯綜する可能性がありますので、しっかりとここ申告期間を把握しておきましょう。例えば令和3年がこの課税売上高が1000万円を超えている方はですね、そもそももう令和3年の基準期間が1000万円を超えてますので、1年分の確定申告が必要になります。つまり令和3年が1000万円を超えている方は、令和5年の消費税の確定申告は1月から12月分を申告しなければいけないということで、この令和3年に1000万円を超えているのか超えていないか、そしてインボイス制度を登録したのかしてないかによって、この消費税の申告どうなるのかっていうのが分かれてきますので、そういった事情をきちんと考慮して話を聞かないとですね、話が食い違ったり、あの人がそうするから自分もそうしないといけないかなということから勘違いが生じる可能性が高いです。以上説明したよ
ようにインボイス制度登録して免税から課税事業者になった方が1年分の売上で計算をしてしまうと税額を完全に損をすることになります。要は消費税の税額を払いすぎてしまうということになりますので、こちら消費税の申告期間のミスしっかりと押さえておいてください。そしてこちらの表をねよく見て、自分はどこを消費税の申告すればいいのかきちんと押さえておいてください。では2つ目にミスしやすい項目、次のスライドで紹介します。はい、こちらになります。課税売上対象外のミスをしてしまう方多いかと思います。これどういったことかと言いますと、消費税の計算っていうのは課税売上高に対して税金がかかってきて、この課税売上高をベースで計算をするんです。しかしこの課税売上高の中には対象外の取引が実はあるんです。これ皆さん知っていましたでしょうか。専門用語で言いますと、この対象外の取引のことを非課税取引といったり付加税取引というように専門用語で言ったりします。次スライドでどういったものが非課税取引か付加税取引かまとめましたので、次のスライド一緒に見てみましょう。はい、こちら消費税がかからないものの中に付加税取引と非課税取引があります。この2つ、こういったものが該当しますので、皆さん非課税取引付加税取引がどういったものなのか、ここでねちょっと一旦押さえてください。こちらの図なんですけど、私が出しているインボイス Q&A ブックから引っ張ってきた図表になっております。こういったものは消費税がかからないというふうに頭に覚えておいてください。ではスライドを戻ります。というように非課税取引と付加税取引を押さえたところで、皆さんが該当してくるこの対象外の取引、代表的なものを紹介したいと思います。フリーランスと個人事業主の方でもある方いるんじゃないでしょうか。これ例えとしてなんですけど、補助金関係がこれに該当します。補助金を申請した、開業補助金出した、持続化補助金出した、 IT 補助金出した、様々な補助金が今あります。そういったもの、補助金関係を申請して入金があった方、この課税売売上だけに入れてしまうと損をしてしまうということです。そもそも補助金というのはよく皆さんちょっと考えてみてください。例えば50万円の補助金がね通過しましたと、50万円の入金が決定しましたという通知が来た後にですね、消費税込みの55万円で振り込まれたなんてことはないですよね。50万円の補助金は50万円です。税込みなわけでもなく税別なわけでもありません。要は補助金は消費税がなしというふうに覚えておいてください。こういった補助金関係をですね、対象外の補助金なのに課税売上高に加算して、要は課税売上高と誤解して消費税の計算をしてしまうと、自分が消費税額を損してしまうということになるわけです。というわけで補助金分の入金を課税売上高に入れて計算をしてしまうと消費税が増加してしまうということですね。もう少し具体例見ておきましょう。例えば1年の課税売上高が800万円だったと仮定します。本来だったら700万円だったと、そのうち800万のうち補助金分の入金が100万円あったと仮定してください。そしたら課税売上高からこの補助金分は消費税がなしなので差し引いて消費税を計算できるんですね。それを知らずに800万円で消費税を計算するのと、補助金100万円は消費税がないんだからということで700万円で消費税を計算すると、どっちが消費税が多くなるでしょうか。そうです、800万円で計算する方ですよね。これも知らなかった、要は課税売上対象外の取引があるということを知らなくって計算ミスをして消費税の金額を多く払ってしまうっていうパターンのミス2つ目になります。こういったように消費税というのはですね、意外と落とし穴があったり、情報や知識がないと正確な消費税の計算ができないという科目になりますので、皆さん気をつけるようにしてください。では次3つ目にミスしやすい項目、2割特例について紹介をします。はい、2割特例の選択ミスです。これも非常にもしかしたら多いんじゃないかなというふうに個人的に予想をしております。2割特例というのがインボイス制度が導入して経過措置、特例ということで新しい計算方法が発表されました。この2割特例というのは消費税の計算方法の一つで、この他の計算方法には以前から原則課税と呼ばれるもの、また簡易課税と呼ばれる計算方法、2種類がありました。インボイス制度が導入されたことによって負担を軽減するために新しく出てきた計算方法3つ目が2割特例になります。そしてこの2割特例使えるかどうかというのは要件があります。全員が2割特例使えるわけじゃないので、ここご注意ください。消費税の金額が下がってお得らしいよみたいな情報だけ聞いてですね、自分は要件に該当しないので2割特例で消費税計算すればいいかというふうに鵜呑みにしてしまうと、間違えた確定申告をすることになってしまいます。そしてこういった該当しない人が勘違いをして2割特例で計算
算をしてしまうと、後々税務調査があった時にですね、修正申告をしなければいけないということになります。そして1年で気がつけばいいんですけど、1年2年3年と2割特例が使えないのに2割特例で計算をしていたっていうふうになると、2年3年分をまとめて税金を支払わなければいけないということになってしまいます。追加でね、税金の支払いが発生するっていうのは非常に負担が重いことになります。そして2年分3年分と溜まってくれば溜まってくるほど、税金の後払いというのは資金繰りが大変なことになります。しっかりと皆さん2割特例自分は使えるのか、それとも使えないのか、しっかり要件を確認するようにしてから2割特例の選択をして消費税の計算をするようにしましょう。この2割特例については、私過去に動画を出しております。インボイス制度2割特例の最新情報という動画、サムネイルありますので、こちらの方を探していただいて、しっかりと予習復習をしてみてください。そして次、この2割特例が使えるか使えないかのすごくいいフローチャートが国税庁から発表されていましたので、次のスライドで紹介します。はい、こちらがですね、2割特例適用できるのかできないのかのフローチャートになります。こちら令和5年分の申告分で、個人事業主用になっておりますのでご注意ください。2割特例はということで、こちらの表にスタートからいっていろいろと項目書いてありますので、このフローチャートに沿ってきちんと分類をされると、2割特例が使えないよとか、2割特例使えますよ、適用可能ですよっていうふうに分かれていくかと思います。この表ね、すごく分かりやすくできておりますので、こういったものを使って判断基準の資料としてぜひお使いください。こちら概要欄の URL も貼っておきます。大きな目安は届出の状況と売上の状況、そしてその他の要件、この3つで判断をしますので、しっかりと押さえておきましょう。はい、そして最後まとめの注意点です。消費税の確定申告書は、税務署に提出しているあれこれ書類、届出書というものがあります。その届出書をきちんと自分は出しているのか、そして何を提出したのか、状況確認をすることを忘れないでください。この届出書類を間違ってるとですね、2割特例が使えないという方も出てきます。これ実は先ほどのフローチャートに説明があります。こちらのですね、届出状況で消費税課税事業者選択届出書というものを提出している方は2割特例が使えませんので、本来なら2割特例が使えたんだけど、この届出書を間違って税務署に提出している方、2割特例使えなくなりますのでお気をつけください。こういったように税務署に自分が消費税関連の届出を何を出しているのか、しっかりと確認してミスを防ぐようにしましょう。そして意外と間違った処理というのは自分で気がつくことができません。今紹介した3つの項目、気づかずに確定申告してしまってもですね、税務署の方がチェックをどれくらいかけてくれるか、また未定の状況です。税金を払いすぎないように自分がしっかりと自己責任で、また正しい知識を得るようにしましょう。そしてインボイス制度初の確定申告となっておりますので、皆さんスケジュールには余裕を持って今年は所得税の確定申告書、消費税の確定申告を作成するようにしてください。おそらくですね、2割特例を間違って選択して確定申告をした方に対してはですね、税務署の方から連絡があったり電話してくれたり、間違ってますよってお知らせ行くとは思うんですけど、何せ初めての制度になりますので、一体どこまでチェックしてくれるのか、どういったところで間違った処理というふうに判断のこのエラーが光るのかっていう情報が今誰もね持ってない状況になっています。ですので皆さん自分の責任で消費税の申告間違っている、また知らなかった、勘違いしていたということで、損をしないようにという思いで本日の動画作成させていただきました。3つの項目しっかりと押さえておきましょう。はい、私は税理士川見奈美のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。オンライン上に税理士を味方につける Facebook の非公開グループで運営をしております。メリットは4つあります。まず1つ目、税理士に直接いつでも質問や相談をすることができます。文章で質問をしたことに対して私が文章で返事をするので、チャットのイメージを持っていただけるとイメージしやすいかと思います。2つ目、メンバー全員起業家、独立企業メンバーばかりですので、情報共有ができるということで非常に好評です。3つ目、私が平日毎日ビジネスに関する記事、経理や税金の最新情報、また SNS や YouTube の裏側などオンラインサロンのみだけに投げている記事があります。その記事の購読権利がついてくるのが3つ目の特典になります。そして4つ目、定期的に Zoom サロンを開催しております。 Zoom 上で私に直接質問相談ができる点、また他のメンバーと Zoom で情報交換ができるということで非常に好評です。この Zoom 会議の参加権利はサロンメンバーのみの特権となっております。オンライン
インサロン、詳細もっと知りたいなって方は概要欄の方からホームページに飛べるようにリンク貼っておりますので、ぜひ一度覗いてみてください。あなたの参加お待ちしております。はい、というわけで YouTube のチャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録の方お願いしますよ。そしていいねや高評価ボタン、感想コメントいただけると非常に励みになりますので、前向きな感想コメントお待ちしております。また私はその他いろいろ SNS をしてますので、各 SNS フォローしてくださると嬉しいです。ビジネスを2冊出版しております。 Amazon Kindle 版どちらもありますので、ぜひ一度チェックしてみてください。個人事業主フリーランス向けに必要な情報が本でまとまっております。はい、それでは本日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。本日の YouTube 動画の内容は、初めてインボイス制度がスタートして消費税の申告初めてなんですっていう個人事業主フリーランス向けに、間違えたら損をする、そしてみんながおそらくここ間違いやすいんじゃないかという3つの項目紹介しております。動画しっかりとチェックしてですね、消費税申告ミスのないように、また損をしないように未然に防げる内容となっております。今後もですね、自営業フリーランスに役立つ確定申告動画出していきますので、チャンネル登録してお待ちください。それでは本日の動画も最後まで見ていただきありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。